皆さんこんばんは、シノビーズバーへようこそ。引き続きミュージックセキュリティーズの小松さんにお話を伺いたいと思います。小松さんとよろしくお願いします。ちょっとお酒が減りが遅いんじゃないですか、小松さん、はい、僕はガンガン飲んでますけど。美味しいですね。美味しいですね、はい。オーストラリアのお店でオーストラリアワインを飲みながらいろいろお話を伺っておりますけれども、じゃあ今度小松さんのですね、ミュージックセキュリティーズ株式会社、こちらのですね、会社についてあるいはビジネスについてちょっとお話を伺おうと思うんですけれども、はい、まずこの、第2週金融商品取引業者というのにこの関東財務局から、はい、1791号というのを、はい、取られたということですけれども、はい、これはどういう意味を持つんですか。はい、金融商品取引法が施行されてからですね、はいはい、こうまあ、弊社がやってるようなこう変わったファンドの業者に対しても規制が入るようになって、まあ、投資家の保護という視点だと思うんですけれども、はい、まあ登録が必要になったので弊社の方もそれに合わせて登録させていただきました。あ、そうですか、はい、ということはこれによってちゃんとその、関東財務局からきちんとこう認可を取った、はい、まあ、金融商品を取引しているよという形になったと、はい、いうことですね。そうですね、はい、これはあのファンドというと、まあ、このこちらに資料がいろいろあるんですけれども、はい、まあ、普通の個人投資家の方とファンドっていうのはまず投資信託っていうふうになると思うんですが、小松さんのところで取り扱いされているファンドっていうのは、そういう分類でいうとどういう状態になるんですか。はい、まず契約の形態でいうと、まあ、匿名組合契約というのを匿名組合契約ですね、はい、弊社のウェブサイト上で結んでいただくっていうのが、まずファンドの組成の形態になる部分で、で、いわゆる投資信託と違う部分は、そのお金がまあ、株式とか有価証券を取得するようなものではなくて、あくまでこう事業、まあ、音楽もそうですし、音楽もレストランもそうですし、事業そのものにそのお金を使っていくっていうようなファンドであるというのが違う。そうすると、投資をされる方は、はい、匿名組合契約の出資者、営業者なんですか。出資者は、はい、組合員、組合員になります。それはインターネット上で完結できる、はい、そうですね、まあ、弊社と相対で契約を結ぶような形になるんですけれども、なるほど、全てインターネット上で、まあ、電子的な契約という形で、あ、じゃあサインをしたりとか、はい、捺印したりとか、はい、そういうのは発生しないんですか。そうですね、しなくてもこう、まあ、意思の表示をきちんと確認できるということで、はい、もちろん個人の確認をした上で申し込んでいただくっていうような感じです。なるほどね。そうするとそれはレストランでも、はい、音楽でも、はい、みんな同じ。そうですね、ありとあらゆる形の事業に対して弊社のウェブシステムで投資ができると。あ、はい、でこの辺りも便利ですね、はい、便利ですね。ここもちゃんと金融庁にも届け出を出して、はい、認めていただいたスキームになりますので、うん、投資家の方も安心して投資をしていただきたいな。今後はじゃああれですか、レストラン以外にまた新しいものを。そうですね、これはもうどんどんやっていきたいなと思ってまして、はい、でまず今やってるのが純米酒のファンドでして。純米酒、純米酒、はい、お酒ですか。はい、日本酒です。日本酒、日本酒のファンド、はい、はい、今2本やってまして、はい、1本がこう1000万ほどのファンドで、はい、まあ、それは新亀っていう日本酒なんですけど、新亀、新しい亀、新しい亀で、あ、神の亀、あ、神、はい、でそれは埼玉県の蔵なんですけれども、そのお米代をファンドで調達して日本酒を作っていただく。それはいくらから投資できるんですか。これは5万円からですね。はあ、はい、じゃあ最高200人ぐらいの投資家が、はい、そうですね、はい、参加してくれる。これもそれで日本酒を作って、はい、日本酒が売れたら、はい、分配、お金が分配金が、はい、でこれもですね、投資家特典に大体今回日本酒を3年間ほど寝かせるんですけれども、はい、寝かしてる間売り上げが上がらないので、投資家の方には熟成具合に応じてお酒をこう毎年毎年飲んでいただいて、チェックしてるんです。はい、で味が変わっていくのを分かっていただいたりとか、あとは蔵にそのものに行っていただいて試飲会したりとか、うん、あとは、まあ、お酒作る途中に酒粕みたいなのができますので、はい、それも配って皆さんで甘酒にして飲んで、まあ、配当みたいなもんですね。そうなんですよ、株主優待みたいな、はい、あ、はい、そうなんですか。そうですね、そういうのもやってまして、なのでただ大事なのは、なんかすごい思い出の深いもので、みんなが応援したいっていうものに投資をできるようなファンドでやりたいなと。多分何でもかんでもいいから投資をするっていうことなんですね。あ、そうですか、はい、なるほど。音楽のファンドっていうのは、はい、急に話変えますけど、はい、
どういう音楽が多いんですか。はいはい、サンプラザ中野さんもなんか、そうなんですよ、中野くんさんですよね、最近中野くんさんに、はいはい、あのマイクさんともいろいろとあれだと思うんですけど、はい、まずは中野さんと一緒にやったプロジェクトは、はい、柏兄弟っていうプロジェクト、柏兄弟、はい、千葉県柏です、千葉県の柏市です、はいはいはい、で中野さん柏市の出身で、はい、まあ、柏の皆さんに中野さんも、まあ、ある意味育ててもらったと、恩返ししたい、恩返ししたいと。で柏の若いミュージシャン、ストリートミュージシャンすごい盛り上がってるんですけど、彼らに対して CD を作るためのチャンスを増やそうっていうことで、で中野さんがプロデュースですか。はい、全部プロデュースして、でファンドも弊社の方で一緒に作らせていただいて、柏兄弟ファンドっていうことで、それも大人気で、まず2本やったんですけど、1本目のファンドはもうあっという間に1日2日で売り切れてしまって、すごいあのやっぱコンセプトが立ってるので応援したいなっていう方が多かったんですね、はい、僕は音楽の趣味から言うと、はい、ハードロックとか好きなんです。本当ですか。それは何ですか。ハードロックはディープパープルみたいなの好きなんですか。最高ですね、最高ですでもないんですか。まだないですね。まだですね。なんかじゃあ内藤さんプロデュースでハードロックファンド、ハードロックファンドぜひ、はい、ぜひやりたいですね。作っていただけますか。やりましょう。どうですか。はい、酒の席だけの話しないです。酒の話じゃないです。そうですか。はい、分かりました。じゃあ確約が取れたところで第2回はこの辺で一旦終わらせていただきます。第3回も楽しみ。シナビーズバーでした。